ゃあ1曲ずつお願いします。立ち座り、あ、立ちます。皆さん、明るい曲、暗い曲、どっちがいいですか？もう一回暗い曲。俺ね、暗い曲専門なんだからね。じゃあ明るい曲。明るい。中間がいいな、中間。中間。それでは、ね。あの、大木雄一さん書いてあるんだ。大木さん、ね、もうこれからプロになる人でしょう。本当、期待してるよ。サインもらっとこうかな。という曲、わかりますよね。卒業まで半年で答えを言うけれど、二人が暮らした年月をなんで測ればいいのか。青春時代が夢なんて後からほのぼの青春時代。